ャンスになります。そこを防ぎたいという柳田監督のそのコメントです。ジョーブラ、あとレオミネイロが打つのか、打つのか、右足で狙ってきた、またしてもレオミネイロ決めた。恐るべしレオミネイロ2戦連発、後半12分同点ゴール。いやー、レオミネイロのこの得意な形に持っていってからの決定力は恐るべしですね。そうですね、ボールを最初 の、 この持ち方ですけども、はい、まあ、やっぱり懐が深いので相手も飛び込めない、でこう、はい、やっぱシュート打つスペースっていうのを自分で作り出してますよね。はい。